はい、どうもカッパ園長です。ちょっとね、もう一個のチャンネルの方で実験的に、この長い尺でね、30分とかで、何本いけるかなってやったんですけど、ちょっと2本で挫折しちゃいましたね。まあ合計4本ですけど、なんか負担がかかりますね。長いというどうしてもほらね、なんかもうぐわーってにーってなりません、ね、まあどうしても相手がね、とあるアントのあの国だからしゃあないんですけど、しかもプラス日本政府がこのざまだから、そう考えるとこっちもね、どうしようかなと思ったんですけど、こっちはなんか普通に行こうかなと。まあよかったらお付き合いくださいませっていうことでね。じゃあちょっとコラボ界隈から行きましょうかね。なんか維新のこの音喜多さんが国会で、まあ、追及かけるっていう、そういう話あったじゃないですか。で、実際になんか言うだけじゃなくて、まあ今のところまで言うだけではないな。うん、まあ、答弁書に閣議決定が必要な質問注意書を政府に提出してね、いや、要は国会での問題提起ですよね、うん、っていう動きがあったりとか。でもさ、これ僕の記憶違いかな、でも画像とかもあるし、ね、間違いではないと思うんですけど、音喜多さんってもともとだってコラボサイダー、要は反日勢の一員じゃなかったの、この人。なんか自分になんかこの不利益というか、あ、このままじゃまずいなと思ったから、なんか収支替えっていうか、くら替えして、ね、なんかてめえの保身に走ったとか、そういう感じに見えるんだけど、そんなことないのかな。ね、なんか後でバレて、ね、なんかまとめてなんか一掃とか、なんかそんな感じになったらなんか嫌だから、なんか今のうちになんか協力するところ協力しちゃおうかなみたいな。なんかそんな風に見えなくもないんですけどもね。うん、ね、だって二藤さんと、ね、にっこりなんか、ね、このなんか写真撮影してみたりと。っていうか、そもそもこの人のせいって言ってもいいんじゃなかったっけ、二藤さんとこのコラボの件はさ、ね、東京都に働きかけたのこの人じゃなかったっけ、温度取って。それかなんか、ね、けしからんっていきなりなんかそんなこと言われてもはみたいなお前つるんでたんじゃなかったっけって、なんか普通にそう思ったんですけどね。そんなことないのかな。なんかいろいろバレそうになってビビってみたいな。だからこういうのが一番始末悪いような気がするんだけどね。うん、で、まあそんなね、音喜多さんですけども、参院本会議で、なんかコラボの問題提起でしょ。で、当然これ、あの、元身内、ね、この共産党側からはさ、ね、このやじ、罵倒が飛び交うんですよね。あれじゃないですか、ね、このコラボサイダー、ね、チュッパチャプス界隈からすれば裏切ったわけじゃないですか。おめえなんだよって、え、そういうことなんじゃないのね、うん、協力すれば、ね、甘い汁吸わせてやるって協力したくせに、ね、協力してたくせに、あ、逆か、ね、うん、甘い汁吸わせてやったあくせになんかこう寝返ったみたいな、ね、そういう風に捉えられますよね、これで。うん、まあだから結局、まあある意味あれですよね、この金でつながってるやつらだから、こういう感じでこの崩すことができればさ、ね、なんかもうどん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 裏切らせて寝返らせて、なんかしっちゃかめっかっちゃかにしてさ、ね、あいつもこいつもどいつもこいつもみたいな感じで歌わせちゃうことができればさ、ね、この流れはまあ悪くはないんじゃないですかね。コラボサイダーにとってはもう都合悪いと思いますけども、もう物理的に消されたりとかさ、それこそなんかもうアンタッチャブルみたいなことにならねえかなって、ちょっとそれはあの心配ですけども、うん、で、なんかそれを匂わせるかのような、なんか元経産官僚みたいな人が出てきてさ、ね、疑獄に発展するかも、ね、この WBPC のこの実態が明らかになるだろうが、今回のネタはさすがに俺も目を疑ったみたいな、なんか何のこと言ってるかさっぱり分かんない、煙巻いてるんですけど、最終的に。まあなんかもう一つ二つ、うん、一つ二つじゃない、一歩二歩、なんかこの奥に、うん、なんか突っ込んでいけそうな、どうだろうな、なんかもう陰謀論チックでさ、ね、みんなしてなんかこう好き勝手言ってるだけみたいな。なんかそういうのね、ほら、我々、まあこれはもちろん僕も含めてですよ。ね、あの、踊らされがちな日本国民、なんかそういう国民性って言わねえか、なんて言うんだろうね、そういうのね。で、まあ、なんかこの音喜多さんですよね、性暴力や虐待被害を受けた若年女性などを支援する東京都事業を受託した一般社団法人コラボ、
代表二藤さんですねの会計が一部不当だとして、党の監査委員が都に再調査を指示した問題が国会に波及したっていう、そういうことなんですよね。で、日本維新の会政調会長の音喜多参院議員が、国が事業経費の一部を自治体に補助しているとして、国会召集日の23日同様の事業を含めた公共資金の在り方などを問う質問注意書を政府に提出したんですよね。ねえ、てっきりね、向こう側の一味だと思ってたのにねえ、これなんか質問しただけ、なんか質問、なんかそういう質問注意、主意書か、注意書じゃないな、質問主意書ですよね。質問しただけって意味じゃないんですよね、これね。僕もなんかちょっと勘違いしてたんですけども、国会での質問主意書に回答するには閣議決定がいるんですよね。だから重いんですよね。ちょっとなんか、はい、先生、みたいな。そういうんじゃないんですよ。僕も多分、そんな感じで勘違いしてたんですけど。ていうか、絶対この人さ、実行犯の一人だったと思うんですけども。ね、いろいろバレて、ね、自分がなんか不利な立場に追いやられるの嫌だから自分からゲロってるように見えるんですけど、そんなことないんですかね。だって確かね、コラボ側について事務手続きの簡略化をこの東京都に迫っていたの、この人じゃなかったっけ。でその結果があのありさま、ね、今のあのありさまだとしたらさ、ね、責任重大ですよね。まあだから結局さ、ね、党としてこの維新はさ、要は金のためなら何でもやるっていうことでしょ、平気で。違うの、まあ、それ言ったら日本のね、このなんか政治や連中なんて全員そうかもしれないですよね。自公もそうだし、反日特定野党界隈なんて言うまでもないし、まあでもとりあえずなんかこういう、内下場、ね、この空中分解につながる、ね、こういう動き、ね、だったら別にどんどんやればいいんですけども、でもとりあえずなんかこのコラボ界隈でさ、ね、甘い汁吸ってた側の一人なんでしょ、そのくせなんかね、なんかちょっと、あ、なんかやばそうな雰囲気がしてきたな。でこの途中でなんかこうね、方針転換じゃないけど、それでなんかこうきっちりなんか、そうだな、この村木さんのとこまでこのね、跳ね上げてってて、ね、とどめ刺しに行くことができたとしてね、なんかターニングポイント、そういえばなんか維新のあの音喜多さんがみたいな感じで、ね、英雄にはなれねえよな。ね、元反日勢でもこの途中で裏切った裏切り者、で裏切るやつはもう一回裏切ったら何回でも裏切るじゃん、ね、だから自分さえ良ければっていうのは変わらないわけでしょ、だから悪は悪で、ね、悪にも徹しきれてないのは半端もんだよね。まあだからね、この炎症しきる前にね、自分ところにもね、火の手がっていうその前にね、消化したいんだろうけれども、でももうひまそらさんたちはもう完全にね、村木さんのとこまで行く気満々じゃないですか、最低でも。まあ今更こんなね、まあこんなってことはないと思いますけど、これで自分の身の安全を確保できるなんて思ってるようだったらだいぶ大間違いじゃねえのかなって思いますけどもね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。